今瓶の中にですね4つ入れ終わりまして、これがですねクールハッセルティアです。これが、ステノグロッサです。これがアドロメスクスのフェリーです。これがユズノコバイモの祖神の、花が咲いた後、花弁が取れた後に、まあこれ受粉してなかったんで、脂肪の部分とその脂肪のところの茎の部分ですね、まあ、それを入れました、まあ、とりあえず、今4つほど終わりまして、あとはまあさっきステノグロッサとクールハッセルティアの下の部分を切った時の、まあ、茎の部分ですね、まあ、根っこがあるところですね、まあ、ダメで元々で、まあ、とりあえずこれも瓶の中に、余計な根っこの長さのところはですね切って、まあそれで入れておこうかな、まあ入れてみようかなと思ってます。